おはようございます。シークエンサイトモです。突然なんですけれどもですね、昨日からちょっと体調を崩してる。昨日からというわけでもないのかな。ちょっと前から体調がちょっと悪いなっていうふうに思っていて、で、これはね、多分風邪とかじゃないっぽいぞっていうふうに感じたんですね。で、もしかしたらなんですけど、取り憑かれてるっぽいなというふうに思ったんです。まあ、なんとなく。で、まあ、じゃあ、取り憑かれてるのはしょうがないと。なんとかしてお払いするんですけれども、まあ、体の状態は全然大丈夫なんで、お払いするまでの間に、風邪と何が違うのかなっていうことと、それからなんで取り憑かれちゃったのかなっていうこと、それから何が取り憑いてるのかなっていう予想、はい、これらについてちょっとお話しできればいいなというふうに思ったんで、ぜひぜひ最後までご視聴ください。自分の体調とかね、どんな感じかなっていうふうに気になってる方は、もしかしたら参考になっているかもしれません。見てください。それでは行ってみましょう。しんどーい。はい、というわけで取り憑かれてるかもしれません。なんかハッピーな話題みたいな感じになったけど、全然そんなことないんですよ。あのね、ちょっと一個ずつ説明していくと、まずですね、体がですね、熱がないのに非常に風邪っぽいような状態になっちゃったんですね。インスタの方で頭痛いっていう風にストーリーであげたんですけど、その通りなんかね、頭痛が半端じゃなくて、で、頭痛薬とかね、あったんで飲んだんですけどね、そんなに効かなかったんですよ。で、あと吐き気とかもあったし、まあいわゆるすごい体調が悪いなっていう状態なんですけど、全然熱とか出てないし、風邪っていうわけでもないんですね。で、もちろん流行り病でもなかったです。はい、これは一応言っときますね。はい。で、まあ、あらゆる病気っぽい感じではない。でも確実に具合は悪い。どういう感じなんだろうなっていうふうに考えたときに、あ、これ取り憑かれてんのかもしんないなというふうに思ったんですね。はい。で、まあ、一応そういうのが感じれるというか、人のが見れるっていう友達に電話したところ、そうじゃないかなって電話越しだけど一応言ってもらって、あ、やっぱそうなんだ、今なんか通りでちょっと体調悪いなっていうふうに思ったんだよねって言って、だからおそらくまあなんか入ってる、なんか取り付いてるっていう状態ではあると思うんですよ。まあもっと言うとバケタンとかもなんか勝手に真っ赤に光ったりとかがめっちゃするし、なんでだこれはみたいな状態だったんで、うん、で、じゃあなんで取り付かれてんのかなっていう状態かって考えたかというと、まあ先ほどと繰り返しになりますが、まず風邪ではないと、風邪っぽい状態、いわゆる熱が出てる状態っていうのに繋がってないので、あ、これはまあ風邪ではないんだろうなというふうに思ったのが一つ目で、ちゃんと病院に行って、特に風邪とかではないと思いますよっていうのが二つ目ですね。はい。あと、もちろん何度も言いますが、流行り病でもないっていうのも一緒ですね。はい。で、じゃあ何が特徴的に現れるのかっていうと、頭痛ですね。はい。頭痛と吐き気。まあ、いわゆる、なんて言うんだろうな、本来、大風邪、40度以上の風邪をひいた時にだけ出てくるような、しんどさ。これが出てくるっていうのが、あるんですよ。はい。まあ、変な話なんですけど、扁桃腺が腫れると熱が出ちゃうんで、喉の痛みっていうのはないんですけど、とにかく頭痛いのと吐き気がするっていうので、なんとなく、ああ、やばい状態かもしれないなっていうふうに思いました。で、これがまあ以前お話しした通り、取り憑かれた時の特徴にも近しいところなんじゃないかなと思うんですが、他人に自分の意識を乗っ取られるような感覚、引っ張られるような感覚っていうのがあるので、あ、なるほど、もしかすると自分が自分じゃない存在になろうとしてしまっているのかな、そういう恐怖心が結構増してきたというか、怖いなっていう感じの意識がだん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 大きくなっていくような感じなんですよね。で、その意識が大きくなっていく中でどうすればいいのかっていうと、まあちゃんとね、神社とかに行ったりとか、まあお祓いしたりとか、塩入れたね、お風呂入ったりとかっていうことでなんとかなると思うんですけれども、ただですね、今回に限ってはちょっと注意喚起というか、もしかしたらこれもあるんじゃないかなっていうふうなことでお話ししたいと思います。っていうのが二つ目で、なんで取り憑かれたんだろうのきっかけなんですけれども、僕ね、初詣をね、行こうとしたんですけど、すげえ混んでるし、まあ今年の一発目に出した動画の中でもお話しした通り、まあ日頃ちゃんと行った方がいいよなっていう、初詣だけにカッコつけて神社行くよりは、まあ日頃から行った方がいいよねっていうことで、別に初詣で行かないでもいいかなっていうふうに思ったんで、途中まで並んでやめたんですよ。いや、混んでるし、めちゃくちゃ混んでたんで、はい。仕事のね、途中で行った新宿の花園神社なんですけど、すっげえ混んでたんで、ああ、じゃあまあ行っかなっていうふうに思ってやめちゃったりとかして、
で、そこのね、ごった返している人とお願いする怨念というか、生き量、怨念って言い方したら失礼かもしれないけど、まあ、願いみたいなのがガン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 生き量が飛んでいるような状態なんですよ。で、それをもらっちゃったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい。これがまあ三つ目なんですけど、僕がまあ見える体質、感じる体質だから生き量をもらっちゃったんじゃないか説っていうのはあるんですけれども、初詣に行くとさ、皆さん一応何かお願いをするじゃないですか。並んでる時は何しようかなぐらいの感じだけど、お賽銭ピュンって投げた時に、そのパンパンって手を叩いて、今年も一年どうどうどうでありますようにとか、あの人と付き合いますようにとか、お金が手に入りますようにとか、なんかいろんなお願いをするじゃないですか。で、そういうお願いっていうのが欲として生き量としてバン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 飛び交っているのが、まあ、初詣の神社みたいなところなのかなっていうふうに思っていて。で、本来そういう欲求みたいなもの、人の生き量みたいなものを沈め浄化するのが神社の役割ではあると思うんですけど、一つのね、役割ではあると思うんですけれども、それが許容範囲をオーバーしちゃってる状態っていうのが初詣の場合は、ちょっと時折現れるんじゃないかなと思って、そこに鉢合っちゃったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ夜だったしね、昼間じゃなくて夜行っちゃったっていうのもあって、それでもまあごたかしてたんですけど、なんでそこでガーンともらっちゃったんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。なんでまあ幽霊見える体質、生き量感じる体質みたいな人っていうのは、初詣にタイミング悪い時に行っちゃうと、もしかしたらこういうふうにもらっちゃう可能性がありますね。はい。で、もらっちゃうと結構な確率で具合悪くなる、しんどいってなってしまうので、これはね、本当皆さんかなり気をつけた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。うん。皆さんもね、もし初詣これから行くよっていう方いらっしゃって、私お化け見えるんだっていう方いらっしゃったら、ぜひぜひ気をつけてもらった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、初詣に限らずなんですけれども、まあこういった人の欲求が飛び交うようなところ、人が人に向かって生き霊を飛ばすところ、まあ人じゃなくてもか、神社とかに向かってもなんか生き霊とかをダーッと飛ばすような時、そういう時っていうのは結構ね、注意した方がいいかもしれません。毎年ね、僕結構初詣平気でイエイエイ言ってた時もあったんですけどね、なんか今年は、まあタイミングだと思うんですけどね、タイミング悪く行ってしまって、そこで誰かのをもらっちゃってズーンと来ちゃったのかなっていうふうに思っています。なんで、それだけね、ちょっと気をつけてもらわないと、同じような悩みを抱えてしまった人、僕はちょっと払うことができないので、危ないぞっていうことしか言えないので、だったらあらかじめ言っておこうと思って、もし、年明け、そういうふうなことで体調悪いな、原因不明の具合悪いになっちゃったなっていう人がいたら、もしかしたらこういう取り憑かれたっていう案件に巻き込まれちゃってるかもしれません。で、一応なんですけれども、これ塩風呂入ったりとか酒風呂やったりとかすれば取れるので、全然回復していきますんで、そんなに重苦しく考えなくて大丈夫だと思います。ちなみになんですが、僕ももう回復傾向にあります。傾向にあるっていうか、もうほぼ回復してます。あと本当頭痛いのがちょっと残ってるぐらいなもんで、でも頭痛って頭痛薬飲んだら僕ね、大体一発で治るんですよ、ピョーンって。ところが治んないとボワーンと重い状態が続いてたんで、あ、これはもしかしたらやばいかもしれないなっていうふうに思ったんですけど、結論から言うとそんなにやばくなかったです。はい。なんでまあ人が空いてからね、もう三が日も終わり、5日も過ぎ、だんだんね、みんな仕事も始まってきてると思うんで、こういうふうになってから神社行った方がもしかしたら健全というか安全に初詣が過ごせるかもしれません。うん。なんで皆さん本当に気をつけてくださいね。僕はもう本当にちょっとタイミング間違えた時はコリコリしました。あとまあ街も気をつけた方がいいかもしれないね。とにかくいろんな条件を見て、自分に合った神社に自分に合ったタイミングで初詣に行った方がいいかもしれませんという注意喚起。まあ霊能者に向けた注意喚起でございました。なんだそれは。すごいニッチな動画になっちゃったけど、大丈夫かな、見てもらえるかな。まあ、とりあえず僕は、このまま安静にして、無事回復するのを祈って頑張りたいと思います。それではこれから仕事なんで、仕事しながら直します。ということで皆さん、いってらっしゃい。今年も一生懸命頑張りましょう。素敵な生き量ライフをお過ごしください。詰め込みました。またお会いしましょう。バイバイ。ゆうたろうです。はい、どうもです。金城です。ウォーリーズジャパン。すごいね。金ちゃん。うでしょ、うわ、家に黒リボン、葬儀の時につけるリボンですね。ダメだよ、いやー湯気がとしめちゃくちゃうまいな、イエイ、フレッシュだね、若々しい。